お疲れ様です。舞姫大学の特別講義即科塾の久保でございます。今回ナミさんの方からね、ファンを作る3つの方法ということで動画の方を送っていただきました。まあ私たちは特に情報発信活動をしてなくてもね、ネットをして,なくていなくても、 まあ、ファンの方っていうのがいたり、アンチの方っていうのがいたりっていうのを意識することがあります。時には自分が誰かのファンになり、誰かのアンチになるってことがあるのかもしれません。いやいや、自分はアンチじゃないよというふうに思われるかもしれませんけども、アンチってのはね、別に悪いことじゃなくて、誰かの考え方の真反対ですよってことなんですよ。ね。一つの絵を見たときに、白に見える人と黒というふうな解釈をする人がいる。これは一人一人の 解釈の問題なんでどちらが正義ということはないですしどちらが悪ということはありません一つの映画を見た時にとってもいい感動する映画だったよねっていうような見方もあればね別の方はものすごくうもうワクワクするそんなね興奮とドキドキの映画だったよねっていうふうに見ることもできますそれはその映画の全体のどこが最も自分にインパクトがあったかっていうところだと思うんですよ一冊の本を見てもですね この本を見た時ににお金持ちになる方法が分かったっていうふうに感じる方とこの本を書いた人のお素晴らしさが分かったっていうふうなね本の内容知識に対してなのかその知識を提供してきた著者に対してなのかっていうことで、まあ、受け取り方が変わっていくわけですよ、まあ、そう考えていくとこの本のファンになったのかそれともこの本を書いた人のファンになったのかっていう違いもありますまたですね出版社って問題がありますよね 出版社のファンだから、こっから出た新刊ってのはいつもチェックしてるんだって方もいればね。この人が、著者がね、ファンなんで、どうの出版社から出そうが自分はベンチマークしてるんだって方もいるかもしれません。で、えっ、ー、と、ファンとアンチの関係になりますけども、どちらも存在すると思いますし、私たちが生きてる中で、私たち自身がいろんなものに対してね、反感を持ったり、共感を持ったりってするのは、 これは否めないことだと思いますし、あるタイミングによっては、以前アンチだったのが味方になるってこともあるかもしれませんし、味方でいるからこそアンチになるってこともあるかもしれません。人々は自分の欲望と思惑があり、一つのグループに入るってことは、瞬間的に同じベクトルを向いていることが見出したってことかもしれません。で最近ね、NHK 党、ね、政治家女子48党っていうね、党名が変わりましたけども、立、ま、花、あ、隆さんとね、 それから大津彩香新投手とそれから幹事長の黒川さんどうもこの辺に分裂が起きているというふうに見えますけども黒川敦彦さんもねあこの立花隆さんの政策に乗っといた方が自分の有利だなと思うから自分の有利を確保するために立花さんの有利さをこう支えてきたというところがありますけどもその中でね黒木川敦行さんが自分の利益に傾きすぎると。 立花隆の考え以上に自分の考えを支持するっていうことになりますし、まあその逆もあるかもしれません。まあ大津彩加さんにしてもそうですし、自分の損得はさておいて、全体のことを考えようとかね、他者のことを考えようっていうのはなかなかね、思えることじゃないですよね。人には自らの欲望がありますから。まあそう考えていくと、ファンっていうのもなんでかっていうと、自分の気持ちを代弁してくれるから、この人好きだわ、とかね。 自分の気持ちをその言葉の表現っていうのは本当自分の言いたいことだったの的確だよっていう風になるからだと思いますし言い方が気に入らなければそういうことじゃないんだよねっていう形で反理解するのかもしれませんねまあ、考え方様々ということでございますはい、えー、まあ、願わくばですね、えー、なんかお互いの違いを乗り越えてうんあの支持できるところと支持できないところがあるのが当然だということで。 感情的にね、自分の意見と違うところがあるからっていうので、全人格否定をするような極端なことにはならないようにした方がいいのかなと思うというころでございます。それでは本日は以上です。どうもありがとうございました。